レッドブル代表ハミルトンよりフェルスタッペンの方が優秀と主張。今のマックスの代役は誰にも務まらない。レッドブルのクリスチャン・ホーナーは同チームのドライバーであるマックス・フェルスタッペンを高く評価しており、7度の世界チャンピオンルイス・ハミルトンより優れていると主張した。ホーナーはレッドブルがより優れたマシンを提供できていたなら、フェルスタッペンはより頻繁にハミルトンから勝利を奪うことができたと考えている。さらにウィリアムズのジョージ・ラッセルがサクヒールグランプリで急遽ハミルトンの代役を務めた際にすぐさま速さを見せたことから、メルセデスのマシンの圧倒的な強さが証明されたとして、それを根拠にホーナーはフェルスタッペンの方がハミルトンより優れたドライバーであるとまで主張した。まず皆さん、おじいちゃんじゃなくてすいません、すりかおじいちゃんの通ったでしょみんなね最初に見出しでチーム代表って言っちゃってるからレッドブル代表って言っちゃってましたよ。だからそれでも代表って聞いておじいちゃんと思っちゃう人も中にいる。レッドブルの、うん、まあこれを機会にね、代表はおじいちゃんじゃないですよっていう、はい、というね、ちょっとホーナーさんの強気なメッセージがニュースになっておりましたけれども、まあ、結局何が言いたかったんですか、クリスチャンホーナーは。だからハミちゃんよりもうちのタッペンの方が優秀なんだってのが言いたかったじゃない。だったらハミちゃんはレッドブル乗せて比較したらいいじゃんね同じ車でそんなこともしないくせにそんなこと言うんですかずるくないですかそれなんかこういうのなんだろう、なんかこう場外戦的にこう意図的にそういうの発信したりするの、その、まあ、こういうのもほらプロレスで、うん、だからこのメッセージがね、ハミちゃんの耳に入った時に、うん、カンチカンチクシャーみたいなこう、うん、こう精神的な揺さぶりをかけるみたいな、そういうことでやるのかな。まあないでしょうね誰かに聞かれたから答えたことが、うわ、あ、うわこんな記事になってるわみたいな。なるほどね、誘導尋問に引っかかったかもしれない ね。根拠は何でしたっけ、結局去年のサヒールグランプリで、そう、ジョージが乗ってパッと速かったからやっぱ車がいいんじゃねえのっていう、素人レベルのやっこめレベルの分析じゃないですかそれじゃ予選ではボッサに負けてたしってことはハミちゃんよりもボッサよりも下ってことじゃないですかね。そうだね、まあ、あとはその、ね、フェルスタッペンをこれからさらに向上する、うん、今がピークだとは考えていない、うん、だから、まあ、だから要はそのハミちゃんはもうピークだと、もうこれ以上伸びしろねえと、あ、うん、もうおっさんだしねっていう、うん、だけど、うん、もううちのタッペンはまだ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 これからですからっていう、まあ、チームがこうなってるからね結局総裁してプラマイゼロじゃないですかそれじゃあお願いしますよレッドブルさんだから多分ホーナーさんのキャラっぽくないから多分なんかこういうふうに書かれちゃったんだろうねまあでもオートスポーツさんの記事なんで、あ、そうなんですか、うん、まあ、だからまあまあ当然きちんとインタビューどなたかがされて どっかを翻訳してはいないと思うので、うん、まあ、自分とこのドライバーですからそれは悪くは言わないでしょうし、うん、ね、まあ、そこになんか他のチームのドライバーを持ち出してきて比較してっていうのは珍しいですけどね、チーム代表が、あ、はいはい、結構そういうふうに意地悪な質問をする人も多いんですけど、まあ、そう言われてもやっぱりこうなんとなく濁して、うん、当然、まあ、ハミルトンって、ね、チャンピオンだし、うん、まあ、もちろんみんな早いのは知ってるわけじゃないですか、だからそことわざわざ比較してそのチャンピオンにこう泥を塗るみたいな、うんうんうん、だトトウルフは絶対そんなこと言わないじゃないですか、はい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 、セバスチャン・フェッテルについてって聞かれてもやっぱり、ね、うん、セバスチャンは素晴らしいドライバーでってちゃんと言って、うん、はいはい、でそれとはまた別で自分ちのドライバーはっていう言い方するじゃないですか、だからその辺がやっぱりクリスチャン・ホーナーの人望がないとこじゃないですか、うん、今一位こうパドックで まだまだちょっとね、うん、なんだかなって思われちゃうとこじゃないですか、うん、あ、まあ、ちょっとそんな位置なんだ、まあ、トトウルフに比べるとねやっぱり、まあ、だってトトウルフが F1 の代表にって話はあるけど、うん、クリスチャン・ホーナーが F1 の代表にっていう噂は一回も流れないでしょ。おー、なるほど。あんだけチームレッドブルが4連覇したりしてても、はい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 、ならないんですよ。だからそういうふうに全チームがクリスチャン・ホーナーが言うんだったらしょうがないねとはならないですもん、やっぱり。ああ、なるほどね。あ、でもトトさんが言ったら、まあ、トトさんが言うのはちょっと一回考えようか、まあ、トトだったらね、うん、F1 全体のことを考えてるしってなるじゃないですか。ああ、そういうこと。だからトトさんがこういうこと聞かれたらこういうふうな記事にはならないようなまた上手な答え方をするんだろうね、うんうん、まあ、ハミルトンと比較する必要がないですもんね、うん、
同じ車で戦わないんだから。まあまあそうだよね。まあ車がね、違う、ね。それで言ったら、うん、だってフェルスタッペンの方が速いのに負けてるってことは、もう完全に負けてるってことは、レッドブルがめちゃめちゃ負けてるってことじゃないですか。そうだね、うん。だからボスさんとチェンジするしかないね。確かに。うん、そう、ハミルトンを自分のとこ乗せられないんだったら、うん、フェルスタッペンをボスさんのスターシートに乗せるしかないですよね。うん、だから本当に速いかどうか見せてくれって。涙を飲んでお前を手放すよって言えばいいんだよね。でもレッドブルは絶対2位ですよ。そしたらボスさん自動2位だからね。ボスさんが自動2位だ。自動3位の車だったのに自動2位になるっていう。ああ、でもそれはそれはすごいんじゃない。メルセデスの2強、あ、2人の間に必ず割って入るってことでしょ。そうです。だからボスさんの強さもなんとなく微妙に証明されちゃうっていう。どこ乗ってもやっぱ自動2位なんだ。そうでもこの2人をワンツーはさせないぞっていう、それはそれで面白いもんね。それはどうですか、ホーナーさん。見てないと思います。